どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。行きましょう。お、いた、先生。あれ、先生、僕に気づいてないみたいだぞ。咳払いでもしみるか。お、ほん。うわ、なんじゃ、ちちみか。どうしたんですか。人生の黄昏みたいな顔して。わしゃまだ寝ぼけとらんぞ。わしゃまだボケとらんぞ。この事件のことを考えとったんじゃ。星影先生、相当辛いことがあるみたいだ。とりあえず話す。今日の法廷。見に来ていたんですね、法廷。まあの。ゆんべは気になって眠れんかった。え、どうしてですか？そりゃあちみ、ちろくんの妹さんのことじゃからの。ちみには本当に感謝しとる。もし巻きそうになっていたらわしはどうしていたじゃろう。依頼を断る理由。依頼を断った理由。やっぱりまだ教えてもらえませんか？すまん、少し考えさせてくれんか。かなり悩んでるみたいだけど、僕にもなんとなく想像はついてきたんだよな。このカルチャーに行ってきました。ほう、そうかね。星影先生、実はさっきから気になっていることがあるんですよ。はて、なんじゃろうな。ええ、それは。絵のこと。星影先生、昨日はそこの壁に大きな絵がかかっていましたよね。絶対に手放さないって言っていたあの絵です。見かけたんですよ、今日。このカルチャーの社長室で。そうか、気がついたか。ま、あれだけでかい絵じゃ、気づくわな、そりゃ。あなたとコナカの間にある関係があるに違いない。関係だと？そうです。それは。これだろ。脅迫するものとさ、こっちかもしれない。僕には理解できませんが、あなたとコナカは愛し合っているんですよね。なんじゃ？あの絵はあなたから彼に送られた。とろけるような愛の。ちょ、待ちなさい。一体どっからそんな発想が出てくるんじゃ。僕には理解できません。理解できん発想をするんだ。もういい。話すとしよう。恥を忍んでな。言うんか。やっぱり二人は。だから違う。ふふふ。コナカマサルは人を脅迫することで生きておる。コナカルチャーは人の弱みを探り出すための調査会社じゃ。そしてわしはこの15年間、奴に金を払い続けておる。なるほど。15年間。DL65 事件のネタでな。あの写真の裏に書いてあった事件名だ。わしが迷いさんの事件を引き受けなかったのは、チミの考えてる通り、コナカに脅迫されておるからじゃ。やっぱりそうか。チミには言いにくいことじゃが、コナカを逮捕させることは絶対に不可能じゃ。どうしてですか？奴は裁判官、弁護士、検事局長、警察、そして政治家、司法の要人のネタを握って自由に操っておるのじゃ。なんですって。みんな、自分が傷つくことはできんのじゃ。そんな目でわしを見るな。それが、老いというものじゃ。DL65 事件。DL65 事件って何なんですか？ DL65 というのは警察の事件分類ナンバーじゃ。今から15年前、わしはある霊媒師の依頼を受けた。霊媒師？名前は綾里舞子と言った。綾里？その通り、千尋くんの母親じゃ。彼女は、警察の依頼である殺人事件の被害者の霊媒を、そして失敗したんじゃ。そのため彼女は警察から詐欺で訴えられかけておった。昨日まよいちゃんが話していた事件だ。わしは彼女のために働き助けてやった。結局その殺人事件は未だ未解決なんじゃよ。それが DL65 事件じゃ。なるほど。脅迫された理由。それで月影先生はなぜコナカに脅迫を？ DL65 事件は当時トップシークレットじゃった。当然じゃな。警察が霊媒に頼ったなど、絶対に知られてはならん。しかし、このわしが漏らしてしまったんじゃ。コナカにですか？一時の金につられてな、情けない話じゃ。わしが喋ったせいで警察は歴史的な恥を晒した。彼らは情報を漏らした人間を裏で探し始めたんじゃ。それを知ったコナカは、わしの前に再び現れた。今度はわしを脅迫するためにな。なるほど。コナカはこの国の司法を自由に動かすことができる。それでも奴と戦うというのなら、千尋君の事務所をよく調べてみたまえ。彼女はコナカのことをずっと追っておった。もしかしたら何か記録を残しているかもしれん。ありがとうございます。この部屋だけを見てると、ここで殺人事件があったとは思えない。星影の大先生はここに手がかりがあると言っていた。もう一度調べてみるか。なんか、書類があるんじゃない？もしかしたら。うん。あー、ないか。お、
所長が手掛けた事件の記録がきちんとファイルされている。あいう順に並んでいる。ちょっと調べてみよう。DL65 事件。だから、D、立ちつてないか。その後、小中まさるで、家業でどうよ。家業で気になる項目といえば、そりゃ小中だな。この部分が丸ごとなくなっている。持ち去られたのか。じゃあ次はちょっと別の、あ行とか調べてみよう。あで気になる項目はと。あやさとまいこか。ちいろさんとまゆちゃんの母親だ。読んでみようか。読む。あやさとの名を傷つけてしまった。そう言って母は姿を消した。その母を傷つけた人物、私は彼らを探し出すために、あやさとの霊力を使って死者たちと語らった。そしてついに二人の男の名前を突き止めた。母親の情報を大金で売った空之助弁護士。そしてその情報をマスコミに売りつけた男。脅迫を飯の種にしている寄生虫のようなその男の名は。ここから先はごっそりなくなっている。千尋さん、星影先生のこと知ってたんだ。なるほど。じゃあ次、作業だな。作業。作業で思えてる項目は別にない。適当に読んでみる。まあ一応ざっと目を通しておくか。一番大きな項目はと。自殺か。嫌な感じ。政治家や警察官の自殺記事ばっかり集めてあるな。ほとんどの記事の見出しに鉛筆で文字が書かれてる。粉か。か。千尋さんの字だな、これは。そうか。この記事に書かれている人たちは、みんな粉かの脅迫によって。この新聞記事は使える。よし。とりあえず一番悲惨なのをチョイスしてと。よし。何かあるかもしれない。これ、この書類は？うん。ああ、観葉植物が違うな。手がかりになるものはないと。電話は？ああ、ダメか。とりあえず移動してみようか。これをじゃあ、はい、星影弁護士にちょっと突きつけてみよう。これ、新聞記事。千尋さんのファイルにこんなものが。やっぱり千尋くん、千尋くん、小中を調べておったか。奴にこれを突きつけて問い詰めてみたらどうじゃ。ありがとうございます。行ってみましょう。へえ、君もしつこいね。すいません。でも聞きたいことがありまして。いいかね、ミスター弁護士。僕は同じことを二度言うのが大嫌いなんだよ。Don't bother me。僕の周りをうろちょろするな。良くないアクシデントは君にハプニングだよ。この意味、わかるな。わかるか。これで行きましょう。これは千尋さんが残してくれたたった一つの手がかりだ。これで勝負をかけるぞ。小中さん、見てください。政治家が自殺したという新聞記事です。彼は政府の秘密基金を着服していました。ある日突然それがスクープされた。そして翌日、彼は自殺しました。それがどうかした？この記事は、千尋さんの部屋で見つけました。ミス千尋の？彼女はこういった記事をたくさんファイルしていました。そしてその記事のほとんどに、小中と書き込まれていました。小中さん、あなたはこの政治家を、脅迫していた。あなたは彼を脅迫していましたね。脅迫。彼だけではない。多くの人間があなたの脅迫に苦しんでいるんだ。千尋さんが集めていた自殺記事には全て穴が絡んでいる。このコナカルチャーという会社は脅迫によって成り立っている。そうなんでしょ？無茶な言いがかりだ。なるほど、なるほど。君が今するべきことは何だ？僕を調べることかい？ No, 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 違うね。ミス千尋を殺害した犯人を探すこと、そうだろう？はい、秘書室でございます。ミスターなるほどがお帰りだ。うわ、待った、小中さん。あなたの言うことは間違っているよ、小中さん。なんだと？今僕がするべきなのはあなたを、追い詰めることなんだ。どういうことだい？千尋さんはあんたのことを調べていた。そしてあんたは梅を使って千尋さんの電話を盗聴していた。そして殺人事件が起こってあんたの資料が消えた。さて、犯人は？子供でもわかるよな。あんただ。はい、秘書室でございます。迎えの者は農産休だ。代わりにこの電話を検事局長につないでくれ。かしこまりました。少々お待ちください。なんだ、小中くん。こんな時間に困るよ。ヘロー、検事局長かい？僕は気が変わってんでね。明日証言したいんだ。何のことかね。あやさと千尋の事件だよ。僕は目撃したからね。証言したんだよ。とびっきりホットなやつをさ。どうしたんだ？法廷には出たくないって。シャラップ、気が変わったと言ったろ？
あ、それから大至急誰か警官を掘り起こしてくれ。目の前にそいつがいるんだよ。バカ面ぶら下げてさ。誰だねそいつって。決まってるだろ、犯人だよ犯人。僕が見た犯人ね。なんだと。 おい小中君、君はまた何か。検事局長、君は僕に意見できる立場じゃないだろう。とにかく早く警官をプリーズだ。言ったろ。なるほど、君はしがない弁護士だと。ミス千尋もそうだった。なんだと。僕は君を告発する。ミス千尋殺害の犯人としてね。そして君にはろくな弁護士がつかない。絶対に。僕はこの地区の弁護士協会にも友達がいるんでね。想像を絶するようなものすごい弁護士をプレゼントしよう。クラクラしてきた。お、糸のこぎり刑事、ただいま到着したっす。あんたは確かやっぱり来るんすね。なるほどです。あ、そうそう、なるほどっす。やっぱりは確か殺人犯の。糸のこくん、殺人犯をお渡しするよ。なんすと？ Go with him、 連れて行きたまえ。Goodbye、 なるほど。おい、マジか。怪しいぞ、これは。留置所面会室、まさかの。あれから一日が過ぎた。いよいよ明日は僕の裁判だ。小中は僕を罠にかける気でいる。当然、検察側もグルだ。おそらくあの三つ剣も。昨日僕の担当だとなる国選弁護士が現れた。しかし僕は断った。一つ考えがあったからだ。弁護士さん。お。あ、まゆいちゃん。よかったね。出してもらえたんだ、留置所。はい、さっき、弁護士さんのおかげです。なんだか立場が逆になっちゃったね。どうしてですか？なんで弁護士さんが。僕はこれまでのことをまゆいちゃんに話した。そんな、その男、お母さんを、お姉ちゃんを、そして弁護士さんまで、許せない。弁護士さん、私に何かできることはないですか？え、あるかな？応援を頼む。じゃあ、応援を頼むよ、法廷で。応援ですか？高校野球みたいな。そうだね。それ。わかりました。任せてください。え？じゃあ、早速学生服と対抗会に。いやちょっと待った。何ですか？冗談に決まってるだろう。そんな。いいよ、ありがとう。気持ちだけで十分だから。やってもらえることもないし。ダメです、それじゃあ。じっとしてられないんです。その男にキャンと言わせたいんで。キャンとね。わかった。じゃあ明日法廷に来てくれるかな。頑張ります、私。ほう。世紀が変わっても相変わらず犯罪は増加の一途をたどり、時間のかかる法廷システムでは処理しきれなくなってしまった。そのため、数年前から設置された、助審法廷の期間は最長でも3日。大抵は1日で終了してしまう。もちろん有罪判決制だ。まさか僕自身が、被告席に立つとは思わなかった。明日は真犯人が目撃証人として法廷に出てくる。僕かあいつか、最後の勝負だ。さあ、クライマックスになってきました。次回は裁判って前だね。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。